ケボーの板を作るっていうのも、まあ、スノーボードではあるんですけどスケートボードでは初めてのことなので、できるだけ人と被らない日本にしかないものを一緒に考えてやれればなっていう。カルチャーっていう部分は、まあ、昔から歴史としてずっと続いてるものだと思うんですけど、まあ、それも時代のこう流れとしては薄まってる部分もあると思っていますし、自分のこだわりとカルチャーをうまく混ぜながらこの日本ならではの風景みたいなものもデザインにあったりしてもかっこいいのかなと思ったり、オリジナルの一枚みたいなのはちょっと作ってみたいなって。車は無意識な部分で頭の中整理できてたりとか、自分の集中を高めるような空間にはなってますね。内装の画面の見やすさだったりとか、まあ、こう機能の快適さっていうのは運転してて安全だなっていうところは慣れればこう手放せない感覚になるのかなっていう。はじめまして、井上と申します。平野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今日兵具についてなんですけど、はいはい、そうですね、兵具ってなかなか聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、DJ みたいなもんっていうことをよく言うんですけど、DJ って結構人が作った曲をこうミックスしてこう一つの空間を作るみたいなところあるんですけど、はいはい、僕の仕事も例えば和紙屋さんが作った和紙で、西陣織屋さんが作った西陣織物とかで、絵描きさんが描いた絵とか、全て完成されたものを組み合わせて作っていく仕事というか、すごいそこでリンクするところがあって、僕自身も好きなそういうストリートアートとかを日本の仕立てで出せたらいいなっていう思いから、なんか結構声かけて表具で表現させてもらったりとかさせてもらってます。でこの作品もストリートアートの作家さん井上淳君っていう方なんですけれども、で描く人はまあなんかいろんな人がまた、そうですね、描いてるような感じで作品になるっていう、はい、そうですね、なんか思ったようなのを描けないような時だったり、まあ、何回やっても、理想に近づかないものとかっていう部分の根本的な自分との戦いに通じる部分があるのかなっていう。普段一緒に作品作りさせてもらってるアーティストの井上淳君です。あ、はじめまして。どうも、淳です。平野です。よろしくお願いします。あ、すいません、ちょっとスケボーをさせてもらっていいですか。はい、これは、はい、まあ、僕が最近前使ってて、で、まあ、使い始めなんですけど、この傷がすごいなんか面白いというか、なんかこう練習の物語ってるというか、なんか例えばですけど、はい、こう漢字とかっていうのは結構難しい感じなんですかね。こうなんかそこになんかちょっと自分のこう気も思い的な部分を乗せたら、またなんか夢とかだったりとか、なんか命みたいなのの隣り合わせな部分っていうところでの漢字とかっていうとか、確かにそこにはでも、まあ、人がいてここまで来れたっていう部分では、やっぱ愛情があったりとか、めっちゃいい、いいのかな。しかもそれがさ、ペーストされるから、まあ、感じがあって、その上にこうやっていくと、なんかこう、歩夢くんの厚みみたいなのが取れるっすね。まあ、いろいろちょっとテストしてみた分はあるんですけど、まあ、さっきのそのコラージュ、例えばその平野さんがおっしゃってた、例えば漢字を
純くんの LINE で表現してもらったやつとかをもうそれこそこうステッカー貼っていく感覚でびっちり仕上げていくみたいな和紙張りの技術と、いやいいですね、なんかこういうデッキがまあそもそも見ないんでないですね。うん、まあ僕らしたいのはやっぱりその傷の表現みたいなのもどっかに取り入れられたらいいかなと思うんですけど、やっぱこういうなんていうんですかね、こう筆のラインとかもある意味傷にリンクする部分であったり、こういうすごい今までやったことないですけど、なんか技術面はそのまま今までやってきてることと、はいはい、あの取り入れてできると思うんで、そんな感じで、そうですね、いい作品が作っていけると思います。いやちょっと楽しみ、頑張ります。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。あの両方の井上さんと、まあ、話してみて日本にしかない文化の良さっていうのを改めて実感できたというか、みんな唯一無二なものをもうベースとして持ってるので、それぞれがそれぞれにしかできないことっていうのを3等分したような理想の一枚になればいいなと思ってますね。今回この車を乗ってみて、見た目も走りもダイナミックだったんで、自分もなんか大胆になれた気がしましたね。人生をもっとロックに。